宇宙飛行士時代のバッキー・ J ・バッキーはニューヨーク出身のアメリカ合衆国の医師、宇宙飛行士でペイロードスペシャリストとしてスペースシャトルのミッションで宇宙飛行を行った。バッキーは2008年に再選を目指すニューハンプシャー州選出上院議員に一期目の共和党員ジョンスヌヌへの対抗馬として短期間民主党の候補者を務めたが、 前知事の人社品員の参戦を契機に撤退した。バッキーは1977年にコーネル大学で電子工学の学士号、1981年に同大学で医学博士号を取得し、ニューヨーク長老派協会病院でインターンを行い、ダートマスヒッチコックメディカルセンターで研修期間を終えた。現在は、 ダートマス大学医学部のガイゼルスクールオブメディシンで医学の教授を務めている。また、8年間にわたり、アメリカ合衆国空軍予備役で航空医官を務めた。1998年4月17日から5月3日まで、ペイロードスペシャリストとして、ニューロラブミッションの一環である STS-90 に参画した。ニューロラブミッションでは、 無重力化の心臓血管系の適用に関する実験を行ったほか、スペースラブにおける多くの生命科学実験の補助を行った。16日間のフライトで7人の乗組員は微小重力が脳及び神経系に与える影響に焦点を当てた26の独立した実験を行った。宇宙滞在381時間で630万マイルを飛行し、 地球を256周した。2018年、バッキーはオーストラリア南極局のモーソン基地におけるバーチャルリアリティを用いた研究に参画した。ここでは、遠征者が VR ヘッドセットを用いて南極の白一式で無音の環境とは、かけ離れたオーストラリアのビーチやヨーロッパの自然、北アメリカの森林や都市の映像を見る実験を行い、火星への有人飛行等、 長期の宇宙飛行を支える心理学的な技術に対する洞察を得た。ありがとうございます。